皆様こんにちは。道東の重要な機関駅となっています JR 釧路駅に着きました。今日はこの JR 釧路駅を散策してみようと思います。お昼ご飯におすすめの激安店も紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今の時刻は午後1時半頃。実はですね、釧路駅ではお目当ての駅弁を買おうと思ってきたんですよ。このですね、真ん中の写真にあるこぼれいくら、美味しそうでしょ。でもね、全部売り切れなんです。もうびっくりですね。午後1時半で全部売り切れってすごいですよね。ここのコーヒーショップからですね、美味しそうなカレーライスの匂い、すごい誘われました。手作り母さんの天むす、私ね、ここでよくおにぎりを買います。結構美味しいですよ。列車の中でおにぎりを食べたいとき、こちらで買うとよろしいかと思います。あとテイクアウトできるパンもここで、焼きたてのパン買えますので、特に塩パン美味しいです。ぜひ買ってみてください。駅構内にはセブンイレブンもありますし、色彩館には釧路や根室の地酒のカップ酒も置いてあります。さあ、釧路駅近くのお昼のランチの激安店ご紹介します。まず釧路駅を背にして右に曲がります。あとは道なりに進んでいくと右手にお店があります。ちなみにですね、駅周辺のすぐ歩いて行ける距離にコンビニやスーパーはないようですので、ご注意いただければと思います。釧路は濃霧に覆われていて曇りの天気が多く、こうして快晴のように晴れているのは本当嬉しいです。今日は来てよかったなって思っています。はい、間もなくお店に到着です。境界を過ぎて交差点を渡ってすぐ右手にあります。はい、間もなく到着です。この整体の看板を過ぎて大和ビルっていう看板が見えてまいりましたら、その手前にある緑のところですね、ここがお店になっています。私が行きたいところは森が良くて安くて美味しいところです。駅から歩いて 2,3 分到着しました。お食事鶴屋さんです。お店の前にメニューの看板があるんですね。最近はお店に入っていないので、今日はメニューをチェックしてみたいと思います。皆さんもこれ税込みなんですよ。びっくりでしょ。確かですね、ご飯の大盛りが50円、あとビールも置いてありますので、飲みながら食べることもできます。日曜日が休みなのでご注意くださいね。ちなみに隣のお店もお食事どころとなっています。さあ、今日の動画皆様いかがでしたでしょうか。私はこれからまた旅に出かけます。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。